はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、グルールですね。グルールの果敢って言えばいいんですかね。はい、一応ビートダウンっていう名前な気はするんですけど、はい、今回はエクスプローラー、まあパイオニアの方ですねのお話になります。はい、で、今回ですけど、このデッキは MO かな、 MO で、まあ上位入賞3位だったかな、入社したリストなんですけど、はい、今のパイオニア環境ですね。で、まあ結構流行ってるデッキの一つかなと思います。軸として赤緑と赤タンがあるんですけど、今回は赤緑の方で持ってきました。はい。で、個人的な、まあ多分感想というか、まあ食感なんですけど、日本ですね。日本での、まあ店舗大会は多分赤タンの方が多いんじゃないかな。赤タンカガンみたいなやつが多いですかね。ソンコン魔導士、速攻を目指したがり、あとは、自分の墓地にね、スペル2枚以上あったら速攻になる1マナ22みたいになるやつとか、あとは、ね、ウィザードがいたら1コストで打てることになる3点火力みたいな、あととか、ライトアップステージとかですかね、が多いイメージはあります。で、逆に赤緑の方なんですけど、多分 MO での方が多いんじゃないかなってことで、はい、まあどっちでもよかったんですけど、今回は赤緑の方を持ってきた感じですね。個人的にこっち、当たるかの命令ですね。はい、まあこのカード使いたくて、このカード、まあ2マナインスタントで、まあ赤緑のインスタントで、対戦相手ライフが得られないと、対戦相手に3点ダメージと、まあ手札から土地1枚出してもいいと、自分のクリーチャー全部に1修正と到達与えるってことで、はい、少なくとも2マナで一番火力出せるカードは多分このカードになると思います。はい、基本的にはね、ライスト、稲妻の一撃とかって相手の顔に当てたいんですけど、このカードって相手の顔に当てながら、ライフゲインができない状態と、あとはまあ、もしくは全体パンプ修正があるってことで、まあこのカードのためだけに緑をタッチしたいぐらい、まあ、当たるかレッドっていうデッキがあるぐらいにはね、まあ強力なカードなんですよ。で、今の環境ですね、まあ、めちゃくちゃ強いと。まあ、即走ね、この辺の異界だカードたちをね、当たる側の命令で育ってあげれば、そのままゲームに勝ててしまうっていうのと、赤緑にすることによるメリットがいくつかあって、それがこの赤タン、まあないしはこの赤緑のデッキってもともとアマリアに対してめちゃくちゃ強いんですよ。はい、なんでかっていうと、まあ基本的には目立ち上がり屋のおかげで押し切ることがすごい楽になったんですよね。巨海内外とかのトランプとか合わせて押し切ることがすごい楽になりました。はい、なった上で、実はそもそも適当に巨海内外に構えてるだけでアマリアに絶対負けないんです。引き分けまでは持っていけるんですよ。はい、で引き分けまで持ってった時に、まあその後勝ちやすいっていうのはやっぱりこのデッキの、メリットで、はい、まあアマリアにはもう勝てる、かつ当たるかの命令があるとさらにアマリアに勝ちやすいんですよね。はい、まあライフゲインさえされなければ別にアマリアって別に怖くないんで、うん、なんでね、まあ最近はサイドボードでこういう暴れ回るフェロキドンだったりとかみたいな、各プレイヤーはライフを得られないよみたいなカードっていうのもすごい多い印象ですよね、サイドボードはね。はい、で、まあ、今回は、この当たるかの命令使いたいがために赤緑にしたんですけど、まあ、副次効果で、まあ、このデッキが、まあ、もともとね、巨海内外である程度引き分けまでは持ち込めてた、まあ、アマリアンとかにも強いですし、なんか最近ちょこちょこまた天使デッキとかをね、見始めてきたんで、天使とかにも強く与えれることができるっていうことで、まあ、このデッキ結構いいんじゃないかなってことで、はい、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率多分7割ぐらいですね。私はアグロデッキを握ってはいけない可能性がある負け試合ばっかなんで、負け試合はね、はい、助教が多かったから負けたとかそういう話ではなく、純粋に私が土地引きすぎたから負ける試合が多かったんで、私はアグロデッキ握ってはいけない可能性があります。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープでいいかな。うん、速走を置いてエンド剣探索するドレイドかなっていう印象ですけど、ただ相手が相棒がいないので赤タンとかではないと思うんですよ。はい、黒、ラクドスか切り崩しは珍しいですね。うん、切り崩しはすごい珍しいとは思います。吸血鬼かな。あー、馬、最近話題ですよね、ゴルガリの可能性も出てきましたね。まあ、とりあえず一旦、ほい、
ですね、この馬に関してなんですけど、早めにしばかないといけないので、ちゃんと消しましょう。放置したら下でもあるんですけど、早めに落としといた方がいい理由もあって、初手で速走が落ちちゃったんですよね。うん、速走が落ちちゃったので、このカードに対して、まあ妨害、こういう破壊不能みたいなことができないんですよ。でそれがちょっとめんどくさい状態になることが多いんで、早めにしょっておくのが楽かなと思います。これは、探索するドルイド出して目立ちたがり屋を計画します。うん、目立ちたがり屋の方が絶対大事なんで、まあ次のターンに目立ちたがりプラス、まあ火遊び潜在的防御みたいな感じで、まあ詰めれればそれはそれでぐらいな感じかなと思います。で一旦目立ちたがりから置きましょう。で火遊び顔でいいかな。うん、プラに、ここでプラス4でしょ、7プラス1、8、90勝ってそうな気がするかな。まあトップならトップでいいか。とりあえず巨怪な怒り振って、おい、相手のコケモリなんですが、多分もうドローに使えないので、これはもうとっとと顕在的防御まで使っちゃって打点通しに行きましょう。あ、勝てましたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープではありますね。どうしよっかな、後手番なんですよね。かっこいい。緑の土地が2枚はないので、無鉄砲プラス顕在的防御みたいなことはできないんですよ。でハンデスしてくるんで、まあ無駄省きとかの可能性は結構高いですかね。まあ対無駄省きとかの場合はトークン出される方がめんどくさい状態になると思うので、クリーチャーガンガン展開していく形になるかなと思います。うん、そのかまだしで、で相手がこのターンですね、無駄省きを置いてくるのであれば、速走プラス顕在的防御で、いや無鉄砲ですね、でもとっとと盤面展開します。土地引いちゃってるのがあんまりよろしくはないんですが、お、3点ペインまでしてくれた、ラッキーですね。いやー、これは一応こうか。うん、無鉄砲まで張っちゃって、このターンもうガンガン殴っちゃって大丈夫でしょう。おい、4点、残り11ですね。苦々しい勝利で3点持っていけたのは相当でかいかなと思います。ベリアナワンドロー、できればクリーチャー何かしら欲しいとこではありますけどね。これは一応ベを縛いときますか。うん、もう1ベリアナが出てくるのであれば、こっちのルツボとかでなんとかなると思うので、で除去打つなら相手このターンに打った方が絶対いいです。ほい、まあここに対して多分除去当ててくるとは思いますけどね。うん、でまあ対この黒タンに対してなんですけど、基本的にはハンドはもう全部捨てとく方が楽ですね。うん、手札を持たない方が楽ではあるのですが、まあこれは一応時間差回収しといて殴りましょうか。ほい、除去はないらしいんですよね。ベリアナがあるなら撃ってきてるはずなんで、アタルカコマンド殴って使っちゃった方がいいかな。うん、残り3点、まあ5点、もう1当たるかコマンドとかでも勝てちゃうんで、ガイアー岬とかどうですかね。無駄省き、これはジェガンサを捨てます。
出てくるのがトークンだけなんで、ここで多分スペル1枚引ければ勝ちですね。おい、これは勝ちましたね。熊野と勝方の対峙、まあ3点3点1点で勝ちでしょう。うん、おい、まあ今の環境シオルがね、あ、対策になりませんからね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手、相手がジェガンサ、これは相手がアグロだと思う。アグロ前提で動きます。うん、まあ、前提で動くんですけど、まあほぼミラーマッチかね、相手が赤タンか2択なんで、手札はこれでいいかな。初手熊野はちょっと嫌ですけどね。うん、まあでも巨海の怒り2枚引いてるんで、まあ即走火遊びで相手のサイズを落としながら、巨海の怒り巨海の怒りとかでゲームに勝てればいいのかなとは思いますけど、相手ペインランドからスタートなんで、うん、孫魂魔導士、はい、熊野、孫魂なんでね、あー、こうで、はい、エンドにしましょう。この孫魂魔導士はギリ死んでもいいんですが、できれば死んでほしくはないかな。ただこのターンは多分死なないんですよね、こっちも。さすがにこのターンに死ぬことはないと思います。はい、熊の3枚目ですね。残り1枚、まあ、ブロックはできないんで、目立ちたがり2枚以上使うなら追加した方がいい。てかこのターンに勝ちきれないとあれなんで、3、3、裏に、6、7、8、あ、まあ、ここまでいけるか。8、プラ3で4、勝ってそうですね。火遊び。どうやら相手の方にもインスタントはなさそうですね。多分勝ってると思うんですけど、どうですか。これで、16点なんで勝ちですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手、まあキープしたらしたかな。うん、まあ純粋に私はアグロを握ると後手を握るっていうジンクスがあるので、まあまあまあいいでしょう。緑は一応見せない方が強いかなとは思います。相手はワンマリガンですね。熊野、白黒アマリアなのか、それかパルシューなのかによってまた動きが変わってくるかなと思います。はい、アマリアの場合は、次のターン即走と巨海の怒りさえ構えておけばなんとかなりますね。うん、これはショックイン孫魂魔導士エンドが綺麗だと思います。これでエンドにしましょう。ちなみにアマリアを起動してきたら私の引き分けまで絶対持ち込みます。はい、救助券。うん、コウモリはしゃあないでしょう。相手目線って絶対にこうも、巨海の怒り消さないと勝ちきれないんですよ。うん、なんで相手目線これで消せるのは巨海の怒りのみです。ハイバーって自分がコントロールしてるだけだよね。あ、なら別に問題はないんですが。うん、はい、まあ、即走を置いて一旦フルパンしましょうか。無視の救助犬って呪言付与はしないんですよね。うん、呪言付与はしないんで、ブロックするんだ。のしげも捨てるんですね。あ、違うか、巨海の怒り撃ってほしいのか。そんなもんするわけないじゃないですかね。うん、救助犬が勝手に落ちてくれるんだからする必要ないですよ。あ、
追放されてきましたね。まあここでアマリアが飛んできて、ただこの動きはアマリアはないですね。うん、確定でない動きだと思います。のしげみくん放置ちょっと嫌なんですけど、てか相手目線巨海の怒り見えてるからそもそも打てないかアマリア。できればアタルカコマンドとかね引けるとすごく楽になるんですけど、どうですかね。まあフルパンします。警察ブロックもしないとは思いますけどね。まあブロックするならそうですね、クマのだけになるかなと思います。ほい、カカンカカン、トランプル13エンド。アタルカコマンドとか積もれるとそのまま持っていけるんで、できればその辺が欲しいかなと思いますね。うん、金の課長、食物で3点ゲーム分が入っちゃったんでめんどくさい感じにはなりましたが、これ最後の相手の手札は、アマリアなんじゃないか。うん、アマリアっぽい気がしますね。17点じゃないな、19点か。通せるなら全然このターンにフルぶっぱしますけど、17点分になりましたね。3、3、2、5点6点、6、10、12の16、1点足んないか。まあ1点足んないですけど、それだったらタイバーの抵抗 X2 ぐらいは使っちゃいましょうかね。うん、ここで打点通せるだけ通した方が強いので、おい、まあ次のターンの動きのメリットにはなりますからね。てかのしげみ歩くとかブロックに回してくれるならそれはそれで OK なんで、うん、このまま殴り続ける形になるかなと思います。そろそろ相手目線でブロックできなくなってくる頃合いなんで、はい、墓地触ってる、ああ戦列への復帰か。まあこれはライフゲインはしませんね。食物1個分なんで3点ゲインまでは入りますけど、これなら貫通して勝ってそうですけどね。うん、ほい、最低限のしげみは相手捨てなきゃいけないんで、のしげみをブロックに回せるのは熊野だけかなですね。これこのまんまだったら勝ってません。まあ巨海な怒りっぽに貼ります。はい、でまあ適当にトランプルくっついてるところにストップ1、2、3、いや、やるならこのタイミングか。うん、やるならここですね。あー、ゼロですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあこの赤緑の強みというか、まああのアタルカコマンド使った時の強み、あと探索するドリルですね、こっちの強みっていうのはちゃんと出てたかなと思います。はい、でこのデッキの改良案とかについてなんですけど、赤緑ベースって、まあ実はサイズアップの方法っていうのが、まああのこの無鉄砲とかが増えるんですよね、赤単に比べて。まあ要はトランプル付与するカードがちょっと増えてくれるんですよ。で、そうなった時に、まあ無鉄砲を使うのか、まあそれともあの無鉄砲を4枚突っ込むことができるんで、ダブルストライクのアイスですかね、ゴブリン。うん。スタンダードの赤単にいるダブルストライクのアイスとか使ってあげるっていうのもありなんですが、そうすると除去とかにちょっと弱くなっちゃう部分が出てきちゃうんで、はい、そこはまあ結構好みなのかなと思います。で、このデッキ、使うタイミングについてなんですけど、アマリアがいるないしはアマリアとか天使とかが多いのであれば赤緑の方が強いと思います。逆にラクドスかな、ラクドスとかあとはクロタンですね、ムダハブキとかかなが多いのであれば赤緑よりも赤タンの方が強いと思います。はい、それぞれの理由なんですけど、まあまずライフゲインをさせないっていう面において、ライフゲイン主役のデッキが多いならアタルカの命令がぶっ刺さってくれるんですよね。はい、ってことで、まあライフゲインが多いならこっち赤緑の方が強くて、じゃあ逆にあの無駄省きとか吸血鬼何してくるかっていうとハンデスなんですよね。でこのデッキ、まあハンデスとかにそんな強いわけではない、まあ
あの3点以上火力が出るカードをね囲いで抜かれるだけでも打点が下がるわけで、まあ、あのそんな強いわけではないんですよ。で赤単ベースだと何がいいかっていうと、3点火力、手出しで打てる3点火力の量が多くなるんですよね。要はクリーチャーがたくさん破壊されてたとしてもトップから火力1枚使ってゲームに勝つことができる可能性が高いのが赤単なんですよね。はい、ってことで、まあどっちを重めに見たいかっていうのによって変わってくるかなと思います。特に今、最初の方でも言ったんですけど、日本で赤単の方が多いよっていう話をしてた理由があるんですけど、日本ってラクトス吸血鬼の採用率というか、まあラクトス吸血鬼を使っている率が高いんですよね。でかつそのラクトス吸血鬼のために5色2部ですかねとかも多いんですけど、5色2部とかも結構除去強めなデッキで、かつ5色2部ってカウンターは飛んでこないんですよね。要は火力自体はちゃんと顔で受けてくれるんですよ。はい、ってことも含めて、まあ一応赤タンとかの方が、まあ日本だとね紙で作るなら相性はいいのかなとは思います。はい、まあイゼフェンに対してはそもそもグルールって結構強めなデッキですし、グルールでも赤タンでもですね強めなデッキですし、ってことで今の結構環境的な立ち位置がいいのかなとは思いますかね。はい、でまあこのデッキ紙で組むにしても結構安くて、なんなら紙よりもねアリーナで組む方が高いんじゃないかっていうぐらい、レアワイドがたくさんね必要なデッキではあるんですけど、紙で組もうと思った時に多分高いのがこの目出し上がりと火遊びぐらいだと思うんですよね。目出し上がりが確か3000円ぐらいかな、まあ3000円はいかないぐらいだと思うんですけど、これ4枚プラス、まあ、全部デッキ組んだ時に多分2万円切って赤タンとかでも2万円切って組めるんじゃないかなって思いますかね。はい、ってことで結構安く組むことができるいいデッキかなと思います。で火遊びもね、まあこれに1枚500円ちょっと厳しいなと思ったらショック、1万2点火力なら多分 OK で、まあさすがに火遊びの方がスクライワンがついてくる分強いんですけど、まあショックみたいな代替カードはありますし、まあ他にもね結構安いカードも多いですしってことで、まあ非常に面白いデッキにはなってくれるかなと思います。紙で作るにしても作りやすいデッキ、使いやすいデッキだと思いますし、パイオニアにねぜひとも参入する方は使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。